はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は下道君ぞおまけガチャを引いていきたいと思います。まあ、常設のねキャラクターのみにはなっているんですけれども、30連目で PSR が、もらえるということになってますので、引いていきたいと思います。でここに出ているバナーキャラに関しては、出現率が上がっているようなので、まあ、常設の中でもね、使いやすいキャラクターを、まあ、ピックアップして、出現率を上げているというところになってます。30連の、ね、PSR のところまで行くのと、あとタンガチャの、ね、5回まではバナー PR が、確定しているということなので、ちょっと解放用ね、やっぱりねアーサーとかモード君とかねサイガとか、まあ、もちろん虹谷とか解放したいキャラはねいっぱいいるんで、タンガチャの方も5回引いていきます。とあと最後に骨を、使っていきたいと思います。まあ、骨はね金骨だけ、使っていくんですけれども、何回かは、引けると思いますので、そっちも消化していきます。では、タンガチャの方ですね、これをまず5回引いていきましょう。まあ、やっぱりね覚醒がね来てるからね、まあ、こういう PR も結構重要にはなってくるんだけど、真帆ちゃん、これってさ毎回さ銀下道君像が一枚一枚おまけでくれるのか。これ2回目、また真帆ちゃんあ、そうか、ここはそうだよね、バナーだけだから。バナーってちなみに何人の ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 なんか使えるキャラクターを10人ピックアップしてきた感じがね、常設の中で。これ3回目。お、いいねいいね、アーサーで、次が4回目。やっぱりね、アーサー、モード、サイガが今 PSR があって、ニジタニも PSR かあって、よし、いいね。ニジタニがね、やっぱり意外に解放が進まなくて、あと普通の雷も PSR は持ってるんだけど、まあ、やっぱりワイルドの方を使っていきたいんで。そうだね、マグロ君も持ってるねという感じか。スバルはいないんだよな。まあ、スバルを手に入れると、これ暗黒スバルの方を使っていきたいからね、どうしても覚醒させるかって言われたらどうでしょうというところはあります。で最後はモード君で50連が終わったので、次は10連目。ここはSR 確定ですね。てかさ、バナー以外のキャラが誰がなんか出てもいいキャラとかいるかな。あ、こいつだったらまだ使うなみたいなやつ。あー、虹谷いいね、ありがたい。今回虹谷が出てくれたことによって、多分 PSR プラス3くらいまで持ってけるんじゃないかな。あ、これ3枚送れんだっけ。溜め込んではいるんだよね。 PSR をね解放はしてないです。20連目。だから完全に今回のガチャは、ま、解放用ですね。解放用。滝本もなんかアプリでは覚醒してたよね。滝本もね PSR は持ってるっちゃ持ってるんですよ。全然レベル上がってないけど。また3枚。さて、そして30連目、ここは PSR ですね。おい、あ、そっか、あと確率アップはないね。確率アップはないから本当に
ここの PSR、 おお、サイガだ、よし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 、サイガちょうど覚醒させて、おお SR サイガちょうど覚醒させてるからね。ちょっとこれでどこまで解放できるのかも見てみますか。まああのメインキャラ的なものだけで、今度はミキサーします。骨で基本的には骨だけ使う感じ。まあやっぱりねミキサーもねなんかこう微妙なキャラクターをねチョイスしてくるからね、よし絶対ミキサーやろうみたいな感じじゃなくてなんか微妙なキャラクターをポコって入れ込んできてるんで、まあ骨だけ使っていきます。骨だけって言っても骨全部消化してあと余ったキャラクターポンポンって入れ込む感じ。無理やり5体使ってミキサーをするんじゃなくて、だったらだってきらめき5個手に入れた方がいいでしょう。でサイガをレベル上げした方がいいでしょう。やげないけどアクロイカリとかね、まあ、ソニックライジング用だからね完全に趣味で使う感じだよね。3回くらいいけると思うんだよね骨だけで。1,2,3,4,5 1,2 1,2,3,4,5 1,2,3 だから2回ぶっ込めばこれ合わせて3回引けんのか。金のボールからキラーンルーちゃん、ルーちゃんとかどういう状況だったか分かんないわ。でもう一回骨1,2,3,4,5。キラーン。来たって。そもそも誰が出たっけ。ああ、坂野さんいいね。ユニフォーム用に使わせてもらおう。じゃあラストで、ここは骨が3つで、骨が3つでイランキャラ2体突っ込みます。一応ね見繕っては来たんだよね。マキシマムがいた気がする。そうマキシマム、こいつはいらないから入れて、あと誰だっけ、あそうそうそう鋼くん、こいつもちょっといらんから突っ込みます。これで引きます。てかさ演出見てたけど演出見る必要なかったね。おお二次体だ、やった、これはいい。よし二次谷とじゃあサイガがどういう感じになるのかをちょっと解放は見ていきたいと思います。骨ミッションはねもう全部終わらせたはずなんで、もうこれ以上骨が手に入ることは、ないんで、で二次谷くんですね、二次谷どこにいんだ、もう二次谷がね PSR 持ってんだけど解放してない。ただ通常の二次谷がプラコがここにいて、でここに虹谷が3枚あって、で PR もねちょいちょいあった気がする。 PR のプラコがここに2体いて、でさっき SR の虹谷を手に入れたから、これぶっ込めば絶対45以上にはなると思うんで、まあ、ちょっとやっていきます。でサイガとかもねちょろちょろコールプラさんが1体いたりするんで、じゃあちょっと開放用にボックスを、整理してきます。でね意外にね虹谷なかったそんなに揃ってなかったわ。なので今現在 PSR プラ0でしょ、で SR のプラゴね2枚しかちょっとぶっ込めないんで、最初に SR プラゴをぶっ込んでプラに解放してくれればもう1枚ちょっと突っ込んでいきたいと思います。プラゴなので、まずはこっち使用中になってんじゃん、を外してこれで2解放するかどうか。解放したら、あそうか使用中の方はそもそもあれだもんね、レベル45まで上がってるから
あ、2位解放した。じゃあちょっと使用中はロック外しても使えないはずなんで、でサクセスは今別にやってるわけではないんで、そうだよね、ちょっとこれ外してきます。じゃあ使用中を外してきたので、ここのプラゴも突っ込みます。でこれで2位解放してくれたら1枚余ってる SR の 30% これも突っ込んじゃおう。けどそうは問屋が下ろさないんで、虹谷は現在 PSR のプラ3になりましたということで、45までは持ってけますね。でここに、1枚 SR があるんで、こいつをまた末長く育てていくという感じになります。でね、サイガはね、もしかしたらPSR プラ5になるかもしれない。ここにプラ2が1枚あって、 PSR1 個壊してプラ3でしょ。でここに SR のプラ5があるんで、これで2解放してくれれば、サイガの PSR プラ5が完成ということになりますので、まずは普通にこいつを食わせましょう。で PR のサイガがなかったんで、超ワンチャン狙う、超ワンチャン、この 0.5%2 個、これまあ2つとも食わせるけど、これで解放したらマジ神だよね。いやそりゃそうだよ。じゃあこのサイガの SR プラゴ、これを食わせて2位解放するかどうか。 PSR のね、ほんと1か2かって超重要だよね。だって SR プラゴ1体分違うんでしょ。4というわけで、サイガは、現在プラ4になりましたと。でサイガも完全にこれで、餌がなくな、餌っていうかね、あの母体がなくなったんで、また一からちょっと作り直していかなきゃいけないということになりますと。いや本当に PSR のねプラ5はきついよ。まあそんなわけで、今回は、まあ、なかなかでも常設ガチャだけにしては、まあ、実りはあったと思います。虹谷もね、PSR の方で使っていけるようになったんで、まあ、余裕がある人だよね。まあ、俺も余裕があるかって言われたら別にないけど、まあ、一応そんなところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。